の31日、はい、金曜日、はい、時刻は夜10時を回りました、はい、こんばんは。 FM ホッタス3期をお聞きの皆さん、西健二です。古谷香織です。3月ももうおしまいですよね。最後の、本当早い、ね、5週目ということで、5週目になると私、制作の西健二が、はい、呼ばれてないのに飛び出てちゃ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 ーんつって出てきます。出てくるんですよね。今回はですね、まあ、5週目ということで、はい、またやらせていただいて、うん、そして4週目担当の古谷香織さんにも参加していただくんですが、はい、そうですね。ちょっと発表をいくつかしようかなっていう、発表ですか、のがあるんですよ。ちょっと爆弾発表も、何爆弾して、爆弾発表、発表爆弾発言あれ何なんせこういう改変期でもあるんでね、3月いっぱい、はい、4月からっていうと結構いろんな番組がね入れ替わったりとか、うん、もう皆さんはね身近なのでご存知だと思いますけど、玉結びがねまさかの最終回を迎えるということで、他局よ、もう玉結びはまだまだ続くんだろうなと思ってたんでね僕はもうショックでしょうがないんですけれども、びっくりですよね。まあ、そんないろいろあるんじゃないですか、はい、そういう時期でもあるので、うん、そんなことをちょっとこの番組も、はい、FM ホットもいろいろあると思いますよ、はい、そういったあたりなんかも話したりしながら、はい、ラジオ好きの皆さんと、うん、ラジオリスナーのあなたとつながっていきたいなと、うん、今後もね、はい、ちょっと前向きな、いろんな発表もあったり、はい、あとあれですよ、なんかまた4月からの大きな改編もミュージックボックスにはあるのか、うん、はい、そうなんでしょ、そうなんですよ、そうでしたっけ、そうなんですよ、ちょっとこれ聞き逃せないですよ皆さん、はい、そんなことかっていう、そんな爆弾発言が、爆弾発言爆弾発言って爆弾発言って言って、いや WBC も盛り上がってですね日本がこうね、開催される中でこう、うん、3回目となる世界一、はい、ね、盛り上がりました、盛り上がったし感動したね、よかったもう、ね、全部見たね。なんかさ、うん、今まで俺の印象だと WBC といえばイチローっていうね、うん、もうとにかくイチローに泣かされた、イチローに感動をもらったっていうイメージが、はい、多かったんだけども、本当にほらメンバー入れ替わってさ、はい、その前のイチローがいて世界一になった時に、うん、マウンドで、ね、最後の一人を仕留めたダルビッシュが今や、はい、もう中心となってイチローの代わりですよ ね引っ張ってってましたよ ね、サムライジャパンを、そうやって日本の野球もどんどん入れ替わりながらもね、うん、こうやって世界をの頂点に立つっていうのはすごいことだなと思いますよ ね、もうたくさん感動いただきました、はい、ね、栗山監督ありがとうございました監督ね、なんでしょうね、今週は何を話したいことだらけで、あ、そうなの、そうなの、結局なんかメモでもいつもは僕喋る前にメモと、うん、曲のなんかタイムとか、はい、イントロの長さとかそういうものだけは軽くメモるんですけど、はい、いろいろ考えた末に、うん、手ぶらですねノーヒント、何もノーヒントノープランで行こうかなって思います。で走り出して今こんな感じになって、はい、桜もね、桜もね今年は桜が早くてね、桜もねびっくりですよね、うん、毎年相模原でもさ、はい、桜祭りとか、はい、ね、市役所の周辺綺麗じゃないですか、はい、綺麗ですよ、あれの時期決めをする人は大変だなって毎年ね、お祭りのね、うん、だってもう本当に1週間間違えたら、うん、葉桜になっちゃってたりして、そういう年もあったよね、そうするとあれでしょ、役所からなんか、うん、いろんなブリ飛ばされたりないと思う、そんなことはないと思うけど、そんなことない、でもやっぱりね、結構重大よね、重大な任務ですよ、日程決めるってね、うわずれたと思ってる人もなんか、うん、気が気じゃないですよ ねきっとね、うん、でそれの補填をするために一周前倒しでなんかやったり、うん、イベントやったり、そういうこともあるんじゃないかな、なんて、ね、そんなご案内も後ほどするかもしれませんけど、そうですか、そんなわけでノープランながらもちょっともうなんていうノープランかっていうとてんこ盛りなんです、言いたいことが、あ、そうだから今日は余計なことあんまり喋らず、はい、どんどん進めていかなきゃいけない、どんどんいきましょうよ、オープニング何しようかなと思ったんですけど、うん、今日はですね西健二さんのバージョンの、うんうん、さよならロンリーナイトにしてみようかな、あ、いいじゃないですか、これ2週連続でこの曲がオープニング曲です、はい、
曜の夜10時 FM ホット839から地元ゆかりのミュージシャンが喋ったり音楽をかけたりするミュージックボックス。違った？大体合ってます。大体合ってるよね。ということで聞くわけで、あの5週目がございますんで、はい、私制作の西健二が、はい、そして古谷香織とともにお送りしていきたいと思います。はい、流れている曲は今週はですね、先週の古谷香織さんに続いて、うん、さよならロンリーナイト西健二バージョン、はい、です。こちらの方をお聞きいただきながら1時間お付き合いいただきたいと思います。はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。毎週さまざまな My Favorite Thing っていうやつをね、はい、やっておりますけれども、今週とにかくね、重大発表が続々と、そうなの、続々続くので、そんなにあったっけ、もう告知だらけなんですよ。あ、そうですから、あのそういうテーマとか特に設けずに、うん、まあオープニングの続きですね、ずっと、うん、ずっとあんな感じでフリートークやってるうちに多分1時間過ぎるっていうやつです。だからあのテーマないです。ないのね。はい、あの重大発表です、うん、はい。なんじゃそれ。あのツイッターのハッシュタグ、はい、ハッシュタグミュージックボックス、はい、ミュージックの後ろは VOX、 そうですね、これをつけていただいてつぶやいていただきますと、あの僕らも多分それを見ながら、はい、ラジオ聞きながら、お話ししたいと思いますので、はい、ぜひそちらの方も参加して、あのコメントなんかもね、直接どん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 言っていただければ、うん、翌週誰かが拾うかもしれないです。翌週、ね、そうです。あのそれで、あのこれからつなげていければなと思うのでね、ぜひそちらの方も参加して一緒に番組を盛り上げていただければと思います、はい、最後までよろしくどうぞ。今月の1曲からスタートしていこうと思うんですけれども、はい、僕が選んだ曲はですね、あのまさに桜の季節なので、はい、なんかそれにちなんだ曲ないかなと思ったら、あの磯遊子の曲に桜っていう曲があるんです。おー、そうですか。これやっぱり来週が1週目のね、はい、磯っちの回ですから、はい、当然入ってるかなと思って曲リストがですね、うん、もう届いてるんですよ、うんうんうん、来週の部分ね、はい、もう当然来てるかなと思ったら全然入ってなくてですね。意外とね、相変わらず、うん、いろんなあのバリエーションに富んだ楽曲が、うんうん、たくさんかかるんですけど、うん、一曲も自分の曲かけないですよね。なので仕方なくここでかけようかな。かけていきましょう。かけていきますよ、うん、磯遊子で桜。元気なふりしてメールした、なすすべも立ち尽くしていた。明日はあなたに会えるってさっきまで心が踊ってたはずなのに、ホームから歩いてるあなたを見た。
ルバム羽と空と花歌とに収録されています。磯ゆう子で桜でした。3月31日、はい、3月最後の、ミュージックボックス、はい、そうですね。お相手は西健二と古谷香織です。お送りします。早速重大発表の一つ目なんですけれども、はい、3月いっぱいで、はい、3週目を担当してくれていた、うん、アランヒルズの井出拓海と、はい、それから弟のテノール歌手井出塚さん、はい、この二人が卒業します。そうな、そうです。ババーン。ちょっと待って、しますじゃない。しましたぜ。本当に。もう今ラジオの前大パニックですけどね。いやもうあの先々週本人たち言ってるし、先週私も言ってるから。どうしたっけ。ええ、まあ、あんまり聞いてないんでよくわかんないですけど。ちょ聞いてくださいよ。もう振り返ってみればもう8年なんですって。ね、早かったね。本当早かったね。でも、うん、ちょうどさ、うん、あのいろいろと変わった時で。はい。始まってから本当にしばらくの10年以上あのずっと町田ウエストボックスで公開収録っていう形をね、はい、やってたんだけども、ね、まあその後ほらお店がなくなっちゃったりさ、うん、でそれからまた俺たちが引っ越しちゃったりとかさ、はい、いろんなことがあってもうその都度収録の仕方とか、はい、放送の仕方生放送だったりとかしたから ね、うん、その過渡期を全部、うん、味合わされた。そうだよ、被害者の2人ですよ。まあ弟のあの井出あの正しくん含めてなんですけど ね、 そうだね、3人には頑張ってもらいましたよね。そもそもねあのアナイヒルズに、うん、あのこのミュージックボックス担当してもらうことになったのは、うん、斉藤真理の口添えです、うん、そうだね、なんかゲストに出てもらったのがそうきっかけですよね。そう、斉藤真理が、うん、あのこの子たち、この子たちすごくいい子だから本当にいい子なのねって言ってそんな言い方してた。だからリスちゃんがじゃミュージックボックスとか絶対いいと思うのっつってなんか全然似てないんだけど怒られますよ本人聞いたら。あのそんな風に言われて、ああ確かにあのでも曲もすごくいいし、うんうん、まあうちの番組に合うかねと思って、うん、でもうちょっとおしゃれ FM な感じじゃないかね。いやうちの番組でよければもちろん全然よろしくお願いしますっつって始まったんですよね、はい、本当にいいやつらでね、うん、もう多分あのアナイルスあいつら嫌いっていう人いない、ね、そうねじゃないかなって思うぐらい、うんうん、本当にいいやつなんでね、うん、あのそんなちょっと優しさに甘えて随分となんかひどい目に遭わせたような気もしますけどなあ普通アーティストたちちょっと怒るわよね。なんかね自分で取ってこいってなんだよって。そうだねそう 今のね形が ね、 ねあの急になんで急にライブやる、うん、あの音楽番組だからっつって参加したら、うん、なんで急に時事速報を読まされるんだよそういう生放送の時はねそういうことこれ読んでとか言われてあったよね。もうねひどい目にあったなって思ってるかもしれないけど、どうだろう、そういうのも糧にしてくれる人たちだと思うんだよね、うん、そうだね。でちょうどさほら宇宙の話とかなんかそういうの好きじゃん。はい、なんか宇宙ネタとかなんかあの伝説的な、うん、あのねやつ、はい、好きでしょ。好きだよね。だそちょうどその JAXA の特番とかね、うん、そういうのにぴったりだったんで、はい、あの曲の方でもいろいろと他の番組でもね、はい、活躍してくれて、うん、だから今後もねあの一応曲の方にはですね、うん、あの若手のオペラとか、はい、そういう人たちが地元からね発信する番組とか、うん、やっぱクラシックの番組っていうとなんかほらあの年寄りの評論家みたいなとかさこの曲はこのベートーベンがこの曲を作った時のはこの曲は実際にアレンジをこれとこれで全部変わったんですねみたいな。誰をイメージしているの。なんとなくクラシックのおじさんおじいちゃんクラシックに勝手なイメージ詳しいおじいちゃんのイメージ。あーそうで、あのBGM も流れない NHK みたいなそういうイメージ。でもなんか若手の指揮者とさ、うん、そのテノール歌手の井出塚さんと若者2人でその今後のオペラ界みたいな、うん、クラシック界みたいなお話してる時の
トークの厚さとかさ、こういうの番組にしたら面白いのになと思ってね、そういうのぜひなんか企画が出来上がったらこうやらせてくださいよみたいな話はしてあるんです。あ、そうなんですね。だから宇宙の話が出たらとりあえず一回思いアランヒルズの二人を思い出してくださいっつってるので、何か次にね繋がればいいなと思うんですけど、そうですね、そんなわけで重大発表その1は、その1最終目の2人が結構知ってる人が多かったすでにまあまあジャブデンが、ジャブデン一つ目だもん、最初目の最初のジャブデンが一つ目だということで、ちょっと曲をね、はい、井出司とアランヒルズが一緒にやってる、始まりの街ってアランヒルズの曲あるじゃない、はい、それを井出司が歌ってフューチャリングのバージョンがあるので、はい、そちらの曲を聴いていただきたいなと思います。何もない街、何でもある場所、いつかは戻ろうって思っているよ、始まりの街。若い頃恥ずかしくて出たくて見返したくて、馴染みの通り今ではどんな風になってんだろう。あいつはガス屋で主任でさ、あいつは魚屋で棟梁でさ、あいつは農家で子だくさ、あいつは服屋のおしゃれさ。思い出すよ、あの夏の日の夢。何にもない街だから大好きな街、サッパラのお宮で誓った夢を今でも追い続けてるよ。何にもないって思ってたのに、今では全てが詰まっている。笑って泣ける場所、ありがとう、その言葉しか出てきやしないんだよ。難しい人生を送る僕を許してくれた親父おふくろ、無難な道のりじゃないけど、心からのありがとうを言えるように生きてるよ。おいえい、ありがとう、ありがとう、愛してるって言葉の意味を心底知れる旅をまだまだ続けられているよ。当たり前のことができちゃいないけど、自分の正しいを大声で叫べるよ。僕のふるさとはいつもここに、僕には帰る場所がある。
何にもない街、けど何でもあるのさ。この出発点絶対忘れたりしないよ。始まりの街。井出つかさフューチャリングアランヒルズで始まりの街でした。8年間ありがとう。靴下を履き直してんじゃない収録中に僕って言うし靴下を履き直した足でスタンドを切るからボフってちょっと足が今つりそうになって最近ね変なとこつったりしますからねするのよそんな古谷香織と西健二でお送りしております、はい、今週のミュージックボックスですけれども、はい続いて重大発表その2、はい、何だろう、3週目担当パーソナリティが決まりました、はい、新人のアーティスト最近デビューアルバムをリリースしたばかりの西健二さんです。本当あの大型新人が体は大型だよ、ね、血液型 AB 型なんだけどねそうだね暫定です。暫定パーソナリティにします。あ、そういうこともあるの。そういうことにしないとさっきね、うん、ちょっと軽く計算したんですけど、はい、あれ平均年齢これ俺がもしパーソナリティになったらいくつになっちゃうんだろうと思って。あ、だって同級生だもんね。同級生もいるじゃないですか。2人が50だ。これまで一番若かったそのアランヒルズ、それで井出塚さんもいてくれたじゃない、うん、一番下の弟だから、うん、でそれとあの磯貝真奈とかそう、ね、とても頑張って去年平均年齢を、ね、下げてくれていたのに、うんうん、マナとか抜け、うん、種岡が入り、うん、それでアランヒルズの2人が去り、うん、そして俺が入ったらさっき計算したらね、うん、恐ろしいことになりましたよ。あ、何？平均年齢が50歳を超えました。ちょっとそんな番組嫌だ俺がやりたかったのはそんな番組じゃないなんか私とイソッチ巻き込まれてる感じ。巻き込まれてる感じよねなんかね私たちまだ違いますけどっていう。まあでもどっちかっていうと、うん、一生懸命じゃあ今までその年齢を平均年齢を下げていたチームかっていうと、うん、そういうわけではないですから。そうでもないわどちらかというと、ね、そういうわけではないですからね。そうだね。そうなんですよ。しょうがないわ。じゃあだそれはどうしても嫌なんで僕はもうちょっとこの番組を FM ホットから明日のスターが生まれるかもしれない地元から、はいはい、そういう勢いのある未来のある、はい、未来を嘱望されている若いアーティストたちを皆さんにご紹介したいっていう思いで始めたはずなんですけど、ね、20年前は、ね、平均年齢50歳を回るっていうのはちょっと違うので、うん、若いパーソナリティお待ちしてます今回もさいろんな人あの彼に頼んだらいいかもなとか思うんだけど、うん、今ほらみんなに収録してもらって自分でね、そう、それで音源を届けてもらってこうやってチェックするみたいなやり方にできる人限られてる、ね、限られるでしょ。そういう環境が、うん、自分のところで撮れなきゃいけないし、うんうん、ある程度そのラジオのどういう感じかっていうのを、うん、それまでみんなほら今いる人たちはその前を経験してるじゃん。そうだね、ラジオ生放送だとか、うん、収録だとかいろんなパターンを知った上でこういう風になるんだなっていうのを分かった上でやってくれてるからまだ頼めるんだけど、うんうん、はい、で種岡なんかもその前は知らないかもしれないけど、うん、まあ、見たり聞いたりはしてたし、ね、そうだね、それで彼はそのエンジニアとかそういう才能もあるから、うん、音なんかを割と任せられるので、うんうん、頼めたけれども、なるほど、
誰にでもっていう難しいねわけじゃないんだよもう今ね。 そうか、それで別れてもいいんだから、彼女でもいいなとかいろいろ考えたんだけど、うん、暫定的に西健二しかいない、はい、なるほどです。今大型新人デビュー直後のちょうどアルバムをでもリリースしたのが1月29日だったんで、ね、うん、1年ぐらいはずっとそのアルバムを特集して、うん、そうだよ、自分の曲紹介していけばいい。そうなの、ありがたいことにまだどのラジオでもかけてくれてないんで。そうだよねかけ全然かけてくれていいのに。そうだよ、ね、誰もかけてくれないのでっていうかさ、ミュージックボックスでも誰もかけないじゃん持ってるよ日頃さ、お世話になってるんだからさ曲くらい かけてくれたっていいのよ。そうだよね、全然いいのよ。そうだよね、忘れてたわ。いそっちもキンプリかけてばっかりやけどさそういうこともあって、うん、ちょっと新しいアルバムのプロモーションの場もなかなかないので、はい、ちょっとすいませんけれども、はい、FM ホットの金曜10時の最終目をちょっとお借りして、はい、なんとかプロモーションにつなげてですね、うん、でこのアルバムがなんか200万枚ぐらい売れたら、うん、ちょっとFM ホットにも還元できるんじゃないかと、うんうん、そんなことを思っておりましてね、結局まあ、暫定パーソナリティという形ですけれども、はい、3週目は私西健二が担当させていただくことになりました。ニューフェイス、ニューフェイス一つ、はい、よろしくどうぞ。よろ誰にリスナーの皆さんにリスナーの皆さんですよね、よろしくどうぞと。また57歳になって、うん、7やつが、はい、今56、あれ俺まだ57じゃない、もう57、俺57になったんじゃないの。57のやつが入ってきちゃいますけど、はい、ちょっとよろしくお願いしますということで、はい、早速その西健二さんのデビューアルバムからですね、うん、1曲この季節にぴったりの曲があるので、はい、卒業っていうすごい昔、はい、これもほとんどなんか昔に作った曲ばかりなんですけど、うん、その卒業という曲自体はすごく昔から書いてあって、うん、最近になって、もう何年前かな、それはとある新聞記事でね、最初、うん、震災で、2011年の3月11日に両親亡くして二人っきりになった兄弟のお話が出てて、うん、はい、でそれでね、なんか読んで印象的なことがいっぱいあって、うん、やっぱりその本人たちが語る言葉っていうのはね、ちょっとまた重みもあってさ、はい、でもどうもそのご本人たちはあんまりこう取材とかされたくない、あんまり話したくない、うん、なぜならその2人でもあんまり喋ってないんですって、あ、その時のことだから、うん、お互いにまだ子供だったから、うん、お互いに、あ、両親は死んだんだなって、うん、いつ思ったかっていうのを、うん、2人ともお互いにいつだったか知らない、いつの間にかお兄ちゃんはこういうタイミングで、ああ2人とも死んじゃったんだって気がついたけど、それも弟にその時言えなかったし、その弟もいつそれを思ったのか、2人でちゃんと話したことがない。そうなんですね、そういうこともあるんだなと思ってね、その話の中をちょっとストーリーにして歌にしました、はい、卒業という曲です。穏やかな日差しが君の髪を溶かしてく、言葉を探してる君の瞳がまたあの日を突然に二人きり幼いまま残されて帰らない。
今回は CD じゃなくてね、各配信サイトサブスクなどで、聴くことができます西健二のデビューアルバム、大丈夫僕らには音楽がある、こちらの中に収録されています。卒業聴いていただきました。FM ホットス39金曜10時ミュージックボックス、今週は私西健二と古谷香織がお送りしております。5週目ということで、今回は重大発表スペシャルということで、はい、すでに2つの重大発表で、もう今なんかホットワードにミュージックボックス重大発表っていうのがホットワードに WBC の次に上がってますけど、WBC ももうちょっともうそんな少し前になりますけどね。そうですよね、村神様の次に入ってますけどね。ちょっと時間が経ってる気がしますけど重大発表どんどん続けていこうと思うんですけど、はい、次はね、うん、ミュージックボックスのポッドキャスト化、うん、するの何がクエスチョンマークあのね、過去にはミュージックボックスずっとポッドキャストで、そうだね、割と早い時期からポッドキャストやってて、はい、結構なんか iTunes チャートの中にランキングされて、はい、もう本当
だいぶ前だよね。だいぶ前だから20年前に始まって、始まってす最初の頃だよね本当にね。そうだけどトップ番組の中にいろんな大手局の番組なんかもあったけど、うん、その中でもコミュニティ FM の音楽番組が、うん、あのランクキングの上位に行くっていうのはなかなか珍しいことだったん で、はい、でそれをずっと続けたかったんだけれども、うん、サーバーがね、うん、僕が使ってるサーバーからなぜかそれがアップできなくなって、うん、でそれを問い合わせていろいろやってみて、そのサーバー管理の会社の側もいろいろやってくれたんだけど、はい、結局原因が分かんなくて、あそうなぜかその XML ファイルっていうそのポッドキャストのデータをこうアップロードできないっていう状態になって、うん、で結局先日そこを解約するまでずっと上げられないまんま、うん、で今回どっかサーバーを借りて、うん、もう一回せっかく昔のやつもあるんでずっと残ってたのが、はいはい、そのままアップしようかなと思ってたんですけど、うん、あのサーバーも借りるのタダじゃないしさ、はい、まあそんな高くはないんだけれども、うん、だけどこれどうしようかなと思ってたところで最近は YouTube にポッドキャストレーターをアップするっていうことができるようになって、うん、あそうなんですか、あ YouTube さん使っていいですかっていうえタダでっていう、タダの上にちゃんとポッドキャストとしてなんかリリースもできちゃうんですかっていう、はい、Spotify とかでも検索して流れるようになるんですかっていうね。そうなの？もういいことづくめじゃないですか、まあ、ただし今度あの今までかけてたようなあの権利関係の絡む楽曲はちょっと、あ曲はじゃあ、はい、今までみたいな感じで皆さんが知ってるような曲をかけるとそこは、まあ、かからないってことなんですか？そうなんです。だからイソッチがまあ一瞬かけてる金プリも、うん、残念ながら曲はかからない。そこはかかんないのか。申し訳ないんですけど、そっかそっか、で、まあ、トークの内容とかはチェックできるような、うん、そういう感じに前もねそういう風にしてたんですよ。あそうです、曲オンエア曲なんかはカットしてたりなんかしてたんですけど、まあ、そういう形にちょっと4月からやってみようかなって。へまだ今かなです。えちょっと待ってくださいね、やったことないんで。3月31日、明日から4月、あそう、まああと1週間あるもんね。そうだからそれをアップしながら、あとあのリアルタイムのものはもう一回ちょっと簡単に編集すれば作れるので、はい、それはやっていこうかなっていうのと同時に、はい、過去の文をどういう順番で、過去だってもう1000いくつですよ。そうなんですよ。だからみんなにもあの許可を、そうだよね、得ないといけないし、まあ、昔から買ってたものはそっとあげちゃってもいいかなとは思うんですけどその辺のやつもちょっと同時に、うん、はい、今までスペシャルのやつとかもあったからね。あそうだね、そういったものも、まあ、でもちょっとまた聞けたら嬉しいな、ね、こっそり上げていって、それでまあ本人がやめてよって言われたら、うん、あやめますって言ってそうやってやめるっていうそういうシステムにしようかなと。逆じゃないの順序確認してから安心してアップじゃないの。まあねまあねまあね、だからそのあたりまずあれですよね、あのアランヒルズでも確認、おそうですよね、あの、うん、そっから始めてちょっとポッドキャスト化していこうかなと思います、うん、なるほど。ですから皆さんにはちょっとあの聞き逃したっていう方もこれからちょっと聞けるように、ね、うん、そうだね、もう一回聞けるのは嬉しいじゃないですか。そう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 、だったらいいなと、はい、これがまた、はい、大発表、あ重大発表、知らなかった。それからもう一つだけ重大発表、もう一個、あまだあるんですか、うん、もう一個やっちゃうとね、はい、H さんがね本を出しました。イラストレーターの、 あの私たちも散々お世話になった、って今頃Hさんが本を出したのって、ね、大変なことだった。ちょっと SNS で私も拝見してましたけど、はい、そのニュースは盲目のシンガーでもある、はい、栗山亮太さんが原作で、はい、その盲導犬アンジーと、うん、それからその栗山亮太さんか、ごめんなさい、栗山龍太さんですね、うん、のお二人の物語、これがねだからね、うん、あのやっぱり俺もそうなんだけどさ、あの龍太さんとかそ全盲の人とかと対峙すると、はい、なんかちょっと緊張しちゃうじゃない。あそうですね、なんか言葉言うことも傷つけちゃいけないとかさ、うんうん、なんかこの人の気持ちに立場にはどうやったらなれるだろうとか思っちゃうんだけど、うんうん、すごくねあのその気を楽にさせてくれるというか、あこういう時は笑っちゃっていいんだ、これ笑いのネタとして、うんうん、あの全然この人が傷ついたりするよりも、うん、それをなんかこちらが見て見ぬふりした方が、うん、なんか失礼なんだなって思わせてくれるような、うん、
すごく面白い本なんですよ。へえ、そうなんですね。そうだからその目が見えないゆえのハプニングとかそういったことを、うん、盲導犬との日常の出来事を、はい、たくさん面白おかしく紹介、コミカルな感じで、そのあのコミカルなその漫画の絵がイラストがみんな栄一、うん、さんなんですね、はい、やられている、すごくね面白い本なんで、うん、こちらの方ぜひおすすめしたいなと思ってます、はい、重大発表の中にそっと紛れ込ましておきました。ピックイットアップでよかったんじゃないですか。あピックイットアップ今さら今 BGM が変わりました、ね、変わったのこんなもう俺の裁量でどうにもなってくる、ね、はい、今もうピックイットアップがガンガンかかっております。あ、そうです、はい、ということで、見えない僕と盲導犬アンジーの目も当てられない日々、目も当てられない、こちらの本ぜひ、はい、小学館から発売されております、はい、僕もすぐに買って、読んで面白かったんで、はい、まあ、せっかくエイチさんお世話になってるんでね、うん、多分かおりさんももう今頃買ってると思うんですけど、ね、じゃあ西さんに借りて読みたいと思います。回し読みかいこの回し読みもちゃんとエイチさんに許可を得て、許可と回し読みしていいですかっつってもちろんですよ、大丈夫ですよっつって本を送ろうと思ったのにみたいな、そういう相変わらず優しいエイチさんでございますから、ぜひ皆さんは買っていただいて、はい、間違っても西さん次貸してくださいとかいう、いうメールをこうよこさないように、せっかくなんで香織さんも最近はあんまり新曲なんか全然作っておりませんけど、はい、この栄一さんと頼安監督がね、うん、よく金曜日のラジオなんかにもよくね、はい、遊びに来てくれましたよね、出てくださいましたよね、香織さんの番組をよく遊びに来てくれました、うん、その2人が今 YouTube チャンネルやってます、はい、でそちらにも時々お邪魔したりするんですけど、はい、その番組のテーマ曲を勝手に作りました、はい、そうでした、サプライズで、ね、その曲をちょっと古谷香織の新曲としてオンエアしたいと思います、はい、ヒゲのちハゲっていうチャンネルなんです、はい、頼安監督がヒゲ生やしてて、うん、H さんがハゲてるスキンヘッドでね、うん、ヒゲのちハゲというチャンネルぜひチェックしてください、なんかちょっとこれもクスッと笑えるような、ね、うん、お話が毎週聞けるのでぜひチェックしてください。そのテーマ曲を作らせてもらいました、古谷香織で雨のち晴れ。池の手ハゲのテーマ曲、プレイヤー神で雨のち晴れでした。5週目のミュージックボックス、はい、3月最後になるんでね、なんかいろんなところで卒業シーズンだったりね、うん、なんか出会いと別れいろいろある時期ですけれどもね、はいはい、この間は渡辺徹さんの、ね、お別れの会みたいなのが催されてね、はい、んなんかそれもね人柄が出ててすごくなんかいい会だったようですね。そうですね、FM ホットでは活躍してくれたゆうたがね、はい、本当に頼もしく渡辺ゆうたが、うん、この息子のね、うん、ゆうたがなんかお母さんを支えて、うん、なんか気丈に振る舞ってたのがねすごい印象的でした、はい、なんかユタがちょっと最近ちょっと恰幅良くなってきた。あ、そうですか。お父さんもちょっと継いでるような感じそこはね、そこはね、ちょっとまたねお母さんも含めていろんな人に引き締めていただいて頑張ってもらいたいと思いますけどもね、はい、まあそれ以外にもなんかちょうど311も送るしね、3月はそう、ね、いろいろなことを思う時期ではあるんですけれども、はい、最後の重大発表、はい、行いたいと思います、はい、番組の旋回記念ステッカーを作ろうかな。
作るのかな。ね、弱々しい。作ると思うよっていう。はい。何これ。発表なのこれ。え、これどうなの？作ろうと思ってタイミングを逸してて、うん、なかなかタイミングなかったんですけど、はい、まあ、これちょっと作ろうと。あ、そうなんですね。ただ皆さんに渡るかどうかは分かんないです。なんで？何のために作るの？だからここに浪江にいるとさ、もうさ、うん、あちこちにこう配りにも行けないしさ、そうだね。郵送するのもすげえ郵送料かかっちゃうしさ。なんかちょっと考えて、はい、いろんなところに今度行った時に、はい、これリスナーさんが来たらあげてって言ってこう、うん、はい、置いていくのもありかな。なんか手にできたらラッキーみたいな感じ。例えばFM ホテルのスタジオの、うん、隅っこに200枚ぐらい、200枚そんなに誰かが気がついて捨てちゃうのが早いか、見つけるのが早いかっていう、うんうん、そんなような感じでちょっと具体的にリスナーさんにプレゼントできるかどうか今のもちょっと分かんないんですけども、はい、何かの形で、はい、皆さんが入手できるように頑張りたいと思います、はい、そしてステッカーを作ろうと思います、はい、ステッカーはデザインを栄一さんにもしていただいたんです。あ、そうでしたね。これを使わないのはちょっとあまりにも失礼だし、うん、作ろうって思ってます。はい、ただそれ作るよって言うと送ってって言われちゃうんですよ。なんかだってステッカー、記念ステッカー作るって言ったらやっぱプレゼントなのかなって思いますよ。みんなにっていう感じになっちゃうから少なくとも身内の人にはこう送ったり渡したりしますけど、はいはい、その人経由とかで、うん、なんとかリスナーの皆さんは手に入れてください。なにそれ。ところが例えばアランヒルズに渡ってれば、うん、しょっちゅうライブやってますから。そうだよね、アランヒルズのライブ行けば置いてあるかもなってみんな行きますけど、うんうん、まあ残ったメンバーがまあライブやらないことやらないこと、ちょっとね露出の少なさ、少ないわね。はい、ガイタレかっていうくらい全然ツアーとかもやんないですからね。そうですね、ライブとかもね。それでもなんか、うん、カレー屋さんに置いとこうかなとかね。あ迷惑かな。そんな感じで なんとか皆さんが入手できるようにしようと思いますんで、はい、頑張って手に入れてください。これから作るんですもんね。これから作ります。まだ作ってないです、うん、だから4月の2日の日、うん、富岡っていうところでね、はい、香織さんが先週ご案内してましたけど、はい、久々にライブがありまして、はい、また富岡町なんです、ね、そうなんですよ。でそこはすごくの今テレビのニュースでもやるぐらいに桜がね、夜の森の桜っていうのがね、本当に名所なんですって。そうなんですよ。なのですごくその桜見るだけでも価値があるし、うん、時間があるっていう方は別に桜はいいやっていう方は翌週来てくれば、うん、松平健が歌ってますから。そうなんですよ。そちらに来ていただくのもいい。8日9日が一応桜祭り。そうそうそう、富岡の桜祭り。先ほども言いましたけど思ったより開花が早かったんで、そう、ね、役所が慌てたんでしょうね。やっべっつって急にでもスケジュール松平健さんもう1週間早く来れませんか、行けるかっていう。あ、そりゃ無理だよね。それで多分1週間前にプレイベントをやりますって急に言い出してちょっと後付け的な。それに慌てて、うん、誰か出てくれる人いませんかいや、香織さん、そうなのかな、僕ら暇ですけど出していただけることになりまして、はい、ライブやりますんでね、はい、私たちはですね4月2日の日曜日の、はい、午後2時ぐらいからお予定しています。そうですね、はい、ですのでぜひそちらの方遊びに来ていただき行ってもステッカーはもらえません。まだできてない全然、ね、なんだこの重大発表スペシャルは。ねえ、どこがスペシャルだ。本当だよ、新しい情報なんか一つもないじゃないか。だいたいみんな知ってたよ。しかもだいたいみんな西さんがこうしようかなって思ってますみたいな、ね、むしろ発表する段階じゃないじゃないか。ねえ、本当よ。そんな感じで4月からもよろしくお願いします。とりあえずあれかな、この曲がやっぱり3週目のエンディングテーマになるんですかね。なるかもしれません。はい、お送りしている曲は、西健二のレイナという曲でございます。いい曲ですよね、はい。こちらの方もぜひ、聴いていただいていいなと思ったらポチリと
サブスクとか、はい、各配信サイトに聞いていただければ幸いでございます、ということでミュージックボックス2023年も4月からねちょっとした変更とかありますけど、はい、4月からもミュージックボックス引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。3週目担当させていただく西健二、こちらの新人もぜひまたメッセージなどね送っていただければと、よろしくお願いします。ということでこのレイナを聞きながら今週はお別れです。来週からはまた通常放送、はい、磯優子からスタートします。どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は西健二と古谷香織でした。ミュージックボックスまた来週です。さよなら。さよなら。明日君は